ダウニング街11番地は、イギリスの財務大臣が居住する官邸の所在地であり、隣の10番地にある首相官邸と共に1682年に着工、1684年に竣工した。イギリスでは、ナンバー11と呼ばれることが多い。ダウニング街11番地に入居した、最初の財務大臣は、ヘンリー・ペティ・フィッツ卿だったが、ダウニング街11番地が、 財務大臣の公式関係になったのは1828年のことだった。2016年以降の首相テリーザメイト、ボリス・ジョンソンは11番地の居住スペースが10番地の、それより大きいことを理由に10番地ではなく11番地に入居した。ダウニング街10番地、2017年撮影。ナンバー11は石炭。 レンガ作りのジョージアン様式の建物であり、セントジェームズ・パークやホース・ガーズ・パレードを見下ろせる位置にある。ダウニング街から見ると、左から順に、ナンバー12、11、10になっている。ナンバー11の右側は19世紀初より首相官邸として使用されている10番地であり、左側の12番地は公式には、与党院内幹事の官邸であるが、後に、 首相報道官室の所在地に変更され、与党院内幹事の官邸は9番地に移動された。これらの官邸は度重なる改築が行われ、現代では11番地の建物から10番地の建物に入ることができる。また、ホワイトホールにある内閣府庁舎の後ろともつながっている。ナンバー11は、 初代順ャクサージョー時ダウニングが1682年から1684年まで建設した建物の一つだった。その後、1723年頃から1735年頃まで改築され、1766年頃から1775年まで、ケントン構図が外観を上塗りして、1825年から1826年には、 サージョン・ソーンによるダイニングルームの改装が行われた。1960年から1964年までは、レイモンド・エリスによる大規模改装が行われた。なお、11は、バンチではなく、住居番号である。よって、本来は、バンチのつかない、ダウニングが11となる。財務大臣、フィリップ・ハモンドと、アメリカ財務長官、ジェイコブ・ルーが、 ダウニング街11番地の玄関前で握手する様子、2016年7月14日。18世紀の時点では、財務大臣との関連が薄く、ホイック政権期の1724年から1731年には、トーリー党の第4代オーラリー伯爵、チャールズ・ボイルが入居しており、1797年から1805年までは、庶民院銀ジョン・エリオットが入居した。 その後、ヘンリー・ペティ・フィッツ卿がナンバー11に入居した、最初の財務大臣になるが、公認のスペンサー・パーシュバルは1807年にナンバー11に入居した後、同年にナンバー10に移り、以降1827年まで財務省秘書官が相次いで入居した。1827年に財務大臣ジョン・チャールズ・ヘリーズが入居した後、1828年に、 ナンバー11が財務大臣の公式官邸に指定され、以降1834年まで、ヘンリー・ゴール・バーン、オールトラップ・シャク・ジョン・スペンサーといった財務大臣が入居した。その後の入居者は、第6代順弾者クサー・ジョージ・クラーク、エドワード・ジョーン・スタンディー、トマス・スプリング・ライス、フランシス・ソーン・ヒル・ベアリング、ヘンリー・ゴール・バーン、第3代順弾者クサー・チャールズ・ウッドだったが、 ウッドの公認であるベンジャミン・ディ・ズレイリは、ナンバー11に入居しなかった。その後、ナンバー11に入居した次の財務大臣は、ウィリアム・バーノン・ハーコートであり、以降1931年までの大半の時期に、財務大臣か、それ以外の閣僚が入居した。1997年に首相に就任したトニー・ブレアは、妻と数人の子女と住んでいたため、 ナンバー10ではなく居住スペースのより大きいナンバー11に入居した。ブレア内閣の財務大臣ゴードン・ブラウンは1997年時点では未婚だったが2007年にブラウンが首相に就任した時点では結婚しておりナンバー11に入居した。2010年イギリス総選挙の後財務大臣に就任したジョージ・オズボーンがナンバー11に入居せず ノッティングヒルの自宅に住んだため、首相に就任したデビッド・キャメロンはナンバー11に入居した。2011年8月初、オズボーンはナンバー10に入居した。キャメロンの後任であるテリーザ・メイも就任時にナンバー11に入居しており、メイの後任であるボリス・ジョンソンも同様にナンバー11に入居している。ありがとうございます。